リカシ、ヤクリ、キカウ、ハジマリメス。春日の局とは、明智光秀重臣の娘という業を背負い、徳川家光を育てた女傑の人生。今回の歴史ゆっくり聞こうは、春日の局について紹介していこうと思います。世の中には、人は見た目が丸割りとか、人は見かけによらないという真逆の格言があります。意味は反対でも、おそらく両者に真理が含まれているのでしょう。ともかく見た目がいずれにしても、人の印象というものは一度焼き付けられると、なかなかひっくり返らないということではないでしょうか。直に接している相手ですらそうなのですから、言わんや歴史上の人物をや、この手の話も何度目になるかわからないくらいしていますが、本日はそんな感じの女性のお話です。明治20年、1643年9月14日は、江戸幕府三代将軍、徳川家光の乳母だった、春日の局が亡くなった日です。ああ、あのなんかすごい女の人でしょ。みたいな感じで、多分ご存知の方も多いでしょう。しかし、前半生はひたすら松坂様、後半生はバタバタしっぱなし。という忙しい人生を送った人でもありますので、順を追って見ていきましょう。重臣、斎藤利三の娘、本能寺の変後は四国に隠れてた。春日の局の本名は斎藤福。いつもならわかりやすい方で統一するのですが、前半生については本名の方でいきますね。理由は後ほど。さて、彼女の父親は、明智光秀の家臣、斎藤利三という人でした。皆さんご存知の通り、光秀は山崎の戦いの後、落ち武者狩りで命を落とします。利三は光秀と別行動で逃げていたのですけれども、秀吉の追っ手に捕まって処刑されてしまいます。当然のことながら福たち斎藤家の人々にも追っ手がかかりました。その後どうやって逃げ延びたのか、どの辺りで育ったのかといった詳細は不明なのですが、縁石にあたる四国の長宗我部家に身を寄せていたという説もあります。または、これまた縁石の公家の家に厄介になって、様々な教養を身につけたとか。そんなこんなで、年頃の女性に成長した福は、親戚のつてで、稲葉一徹の義理の孫、正成の妻となりました。稲葉正成は、小早川秀秋の家臣だった人で、関ヶ原の戦いで東軍への寝返りを進めた人物でもあります。が、関ヶ原の戦いから間もなく秀秋と喧嘩して、隠居とほぼ同様な扱いになり、そうこうしているうちに、秀秋が若くして亡くなるという不幸が続きました。おぼうと福の間には女の戦いがあった。福は、浪人となった正成にしばらく付き従っていたと思われますが、ある時京都で、次期将軍様の乳母募集、詳細は京都所次第まで、という求人を目にします。これだわ、と直感した福は即座に応募し、見事採用されました。が、乳母になるためには、単身住み込みで江戸城に行かなくてはいけません。夫妻のどちらが言い出したのかは、これまた諸説あるのですけれども、結果的に福は離婚を選び、長男正勝だけを連れて江戸に移り住みました。そして幼い家光の乳母となり、公私ともに大きな影響を与えていくことになります。福が家光を可愛がりすぎるので、両親の秀忠、おぼうは、家光よりも次男忠長を寵愛した。おぼうと福の間には女の戦いがあった。などなど、このあたりから、福に関する怖い逸話が出てきますが、おそらくは後世の創作と見られています。家光が生来病弱、神経質な傾向があったのに対し、ただ長は健康で明るい性格だったということから、周囲の人間関係が影響したに違いない、と考えた人がいたのでしょう。ドラマなどではその方が面白いですしね。もしくは、福があまりにも真面目に乳母の仕事をしたからこそ、そういう話ができたのかもしれません。福
の忠勤ぶりを示す逸話として、こんなものがあります。いでよ、レインボーご飯、食卓には星飯も並べた。上記の通り、家光が生まれつき、体の弱い人だったというのは有名な話ですが、その大きな原因の一つが、好き嫌いの多さでした。福の最初の大仕事は、家光の偏食をどうにか克服させ、栄養をきちんと取らせることだったのです。そこで福が考え出したのが、七色飯というものでした。七色といってもレインボーの七色ではありません。当時は合成着色料とかありませんしね。これは、7種類の味のご飯を出せば、毎日どれか一つは食べる気になるだろう。という福の作戦だったのです。普通の白飯、赤飯、麦飯、泡飯、菜飯といった、なんとなく想像のつくものから、星飯、見極り飯、ゆとり飯という、現代人にはハテナの浮かんでしまうものまで、様々なご飯が用意されました。干し飯は、干した飯をお湯で戻したものです。見極り飯は、お米を砕いて細かくしてから炊いたご飯のことでした。農家の方が聞いたら激高しそうな食べ方ですね。そして、最後のゆとり飯というのは、蒸らす前のご飯を釜から出して、粘り気を洗い流してから蒸すという、とても手間のかかったものでした。毎日これだけ用意させられる方も大変だったでしょうが、家光にはこの、たくさんある中から好きなものを選ぶ、という方式が気に入ったらしく、少しずつ食事をきちんと取れるようになっていきました。家光が選ばなかったものは、下働きの人が食べてたんでしょうかね。バラエティ番組で、作られた料理をスタッフが美味しく食べましたみたいな、って違うか。名実ともに怖い女には間違いない。そんな感じで何から何まで家光の面倒を見ていたのですから、家光が頼りにするのも、周囲の人が、あの人に逆らったらやばい、と思うのも当たり前のことです。そもそも、彼女の本名よりも、春日の局という女房名が有名になったのも、その牽制と宴席の公家の力を利用して、時の天皇、後水の天皇、家光の姉、和子が入内した相手に賜った名前だからです。かの有名な大奥を作ったのも彼女ですし、これでは名実どもに、怖い女扱いされるのも無理はありません。仕事だけ熱心に見える人が煙たがられるのも、古今東西よくある話ですしね。しかし、つい最近彼女の別の面を思わせる、とある手紙が発見されました。おそらく春日の局の直筆と見られていて、西本願寺の僧侶に向けて、私の部下の母親がそちらにいると聞いたので、ぜひ同じところで働かせてやってほしい、という内容のものです。ちょうどいい厄介払いだったんじゃないか、というのはゲスの勘繰りですね。西にいる、月を誘い方を経て、今日ぞ固くを、逃れけるかな。彼女が絶大な権力を持っていて、厳しい人だったというのは、多分間違いないのでしょう。ただ、息子をやたらと昇進させたりはしていないので、がめつい人ではなかった気がします。戦国期のクライマックスで、若い頃から苦労し、信長や秀吉の没興没落を見てきただけに、急に出世した者が、ずっとうまくいくはずはない、と考えていたのかもしれません。まあ、とある大名の息子の縁談に横入りして、江戸城発の人情沙汰の原因を作ったりもしているのですが、これも最初から人情沙汰を狙ってやったわけではないでしょう。春日の局としては、子孫に類の及ばないように気を配っていたのかもしれません。残念ながら長男正勝には先立たれ、次男は諸々の経緯があって罪人扱いになってしまい、子子孫孫まで栄えましたとはいきませんでした。それを見越していたかのような自省の句を残しています。西にいる、月を誘い方を経て、今日ぞ固くを逃れけるかな。ありがたい仏の教えのおかげで、今日やっと西の空に沈んでゆく月と共に行くことができる。くらいの意味でしょうか。
家宅とは仏教用語で、煩悩の多いこの世という意味です。煩悩を火に例えているものと思われます。死の間際になって、家光のために奔走したことや、政治的に策謀を巡らせたことなどが、用の深いことだったと感じていたのかもしれません。ともかく、家光が無事に成人して、将軍をやれるようになったことは、きっと満足していたんでしょうね。セイゴメイド。ミタクラッド。アリガトゥ。モシヨカタラ。チャンニラトゥロク。ウォニゲサメスウ。コノシェアクノボタンウォ。アシタクダセ。Please push this Shayaku button. Please push this Shayaku button. Edo. Kono Daugamo Meet Meet Kyudase ni. Please also see this animation. And please push this button. 今回の歴史ゆっくり聞こうは、春日の局について紹介していこうと思います。世の中には、人は見た目が丸割りとか、人は見かけによらないという真逆の格言があります。歴史、ゆっくり、聞こう、始まります。春日の局とは、明智光秀重臣の娘という号を背負い、徳川家光を育てた女傑の人生。意味は反対でも、おそらく両者に真理が含まれているのでしょう。ともかく見た目がいずれにしても、人の印象というものは一度焼き付けられると、なかなかひっくり返らないということではないでしょうか。直に接している相手ですらそうなのですから、いわんや歴史上の人物をや、この手の話も何度目になるかわからないくらいしていますが、本日はそんな感じの女性のお話です。明成20年、1643年9月14日は、江戸幕府三代将軍、徳川家光の乳母だった、春日の局が亡くなった日です。ああ、あのなんかすごい女の人でしょ。みたいな感じ。